皆様お疲れ様でございます。中蔵と申します。今回もメルカリを使って安くゲームを買ってまいりました。買ってきましたゲームはこちらでございます。ゴルフグランドスラム。1991年1月31日にヘクトから発売されましたゴルフゲームです。定価はなんと9700円というヘクトではおなじみの高額の定価設定です。 実際にプレイしているかのようなとても細かい設定が特徴のゴルフゲームクラブ選択だけではなくスタンスの種類ティーの高さグラブの握り方までを調整できるという本格派さらにはコースの傾斜や突起といった形状も解説されておりまさにこのゲームが訴求しているゴルフシミュレーションにふさわしい内容となっております ということで今回購入しましたゲームはゴルフグランドスラムでございます購入金額はメルカリで500円でございました当時の金額を考えるとこの500円はもう信じられないですよねで状態はですねここ、えー、ケースがですね割れていたりとまあまあかなっていう感じです 状態もですね、全体的に少しくすんでいたりとかですね、このように裏面が、これ剥がし跡だと思うんですよね、テープの。なので状態はまあまあかなっていう感じです。で、中を見ていきたいと思います。はい、えー、中はこんな感じで、中はですね、まあまあ綺麗でした。結構これはね、ハードケースあるあるですよね。説明書から見ていきたいと思います。はい、えー、説明書はですね、もう見てわかる通りね、 結構ねピピカピカなんですよケースはね結構汚れている印象だったんですけども説明書がすごく綺麗多分ねこれ全然読んでないんでしょうね結構ヘクトのゲームではこれね結構あるあるだったりとかしますよねで一応ですねケースの中の状態も見てみようと思うんですが、うん、こんな感じでですね、うん、悪くないというか綺麗ですよねすごく、うん、綺麗に反射してる はい、えー、ではカセットも見ていきたいと思いますカセットもですね、うん、あのいいと思いますね <laughs>、うん、まあ普通というかこの状態なら僕はもうすごく備品かなーっていうレベルだと思います中の端子もですねすごく綺麗ですね はい。ということでございまして、メルカリで購入しましたゴルフグランドスラムのご紹介でございました。ということで今回の動画は以上でございます。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いいたしましょう。